皆さんこんにちは、浜への池持ちです。本日ご紹介いたしますのはこちら、アイヴァンの人気モデルサドラーというアイテムを奥行きのあるヴィンテージスタイルに仕上げているというサドラーワイドというアイテムを本日はご紹介いたします。特注で用意した10ミリという厚い生地を削り出しして仕上げているという1930年代のフレンチヴィンテージに見られる重厚感をミックスしたスタイルに仕上げたというのがこのサドラーワイドの特徴になります。フロントの裏部分もですね、この厚みの強弱なんですけれども、一点一点職人さんが丁寧に仕上げて作っているというところも特徴になりますし、テンプルも一から起こしたというウェブワイドと同じテンプルが採用されているというのも特徴になってまいります。もともとのこのサドラーというモデル、非常に人気の高いアイテムなんですけれども、レンズの横幅45ミリという大きさだったんですが、フレーム肉厚にしているからということもあってか、サイズも47ミリに一回り大きく仕上げているというのも特徴になります。また、こちらの方アセテートパッドだったモデルが、チタンパッドが採用されておりまして、ここの部分にもですね、アイヴァンの刻印が施されたオリジナルのチタンパッドが採用されているという、違いがございます。またこの、長板もですね、通常モデル5枚重ね長板だったんですけども、7枚重ね長板になっておりまして、この重厚感に合ったバランスに仕上げているというのもこのサドラーワイドの特徴になります。また他ちょっと違いがあるんですけれども、サドラーの特徴はこの3点かしめ止めの鋲ですね。これがフロントの部分もテンプルの部分も同じ3点かしめ止めだったんですけれども、ウェブワイドと同じテンプル使用しているということもありまして、フロントは3点かしめ止めなんですが、横はテンプルは2点かし止めになっているという違いはあったりします。ですがこの人気モデルのスタイルと重厚感あるフレンチヴィンテージをミックスしたこのスタイル、なかなかかっこいい、迫力あるスタイルに仕上がっているというのが今回のモデルの魅力になってまいります。カラーは3色展開で、今回入荷しておりますのがこのピアノブラックというカラーと ECRYT というこの2色が入荷しております。タートカラーも注文してあるんですけども、こちらは入荷が遅れておりますので、気になる方は、お問い合わせいただければと思います。ではまずこのピアノブラックからかけたところをご覧いただきたいと思います。こちらの方をかけますと、このようなスタイルのアイテムになります。非常に使い勝手のいいスクエア系フレームなんですけども、このリム上のこのカーブであったり、このブリッジの形状といえばいいんでしょうか、どこか力強さを感じさせるようなスタイルに仕上がっているというのがこのサドラーの魅力になるかと思います。そしてさらにこの厚みが増したことによって、どこか迫力を感じさせるような仕上がりになっているというのもこのアイテムの魅力になるかと思います。こういうスタイルを好きな方には非常にたまらないアイテムに感じていただけるんじゃないでしょうか。なかなかかっこいい仕上がりに仕上がっているサドラーワイドになっております。そして、こちらの方クリア系スタイルの、ECRYT というカラーなんですけれども、テンプルは別光色を採用していて、このフロントの黄色みを帯びたクリアなんですけど、通常のクリアが紫外線を帯びて経年変化を起こして黄色みを帯びてくるというのを表現したカラーになっているというのが特徴になります。またこのクリアで肉厚な、塊のような、造形になっているんですけども、しっかりと中に3本のかしめ止めのこの鋲といえばいいんですかね、芯が入って見て取れるというのもこのカラーの魅力になるかと思います。かけてみますと、このようにこの透明感とイエロー系のクリア感が非常に魅力的なアイテムになっております。このブロック体のような厚みがあるからこそのこの光沢感といえばいいんでしょうか、ここの部分非常に印象的な仕上がりになっているんじゃないでしょうか。通常のクリア系フレームではもう物足りないかなという方にとても魅力的に感じていただけるかと思います。この ECR カラーもいいですね。非常に魅力的なテイストを作り出せるアイテムになっております。本日ご紹介させていただきましたのは、アイヴァンの人気モデルサドラーというアイテムを重厚感あるヴィンテージスタイルに仕上げたサドラーワイドというアイテムを本日はご紹介しました。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。